今日から僕の相棒ができちゃいました。君の名は GX045454515 です。さて自己紹介をしようか。好きな食べ物は何かな、うんちー。好きな飲み物は何かな、うんちー。趣味とかは、うんちー。パキュン。はい、こんにちは、達也です。俺は歴史に名を刻みたいと、この世に、名を残したいと、やっぱり生きている以上は何か人間は役割を果たして生きていかないといけない。人間の最大の役割っていうものは子孫を、生むことなんですけど、まだこんな風にね、やっちゃってあー。でも、そんなことよりもやっぱり生きていることに関してやっぱり人生に名を刻む。そう、昔の卑弥呼だって可愛かったから、名を刻む。あ、違う、伊能忠雄だって、あ、違う、忠敬だ、あの伊能さんだって、あの日本中の、地図を書いたことによって名を刻まれた。そう、あのみんなでおなじみの、福沢諭吉、あの一万円の人ですよ。その人も、エロ本の学問とか書いて名が売れちまった。何か、すごい記録というものを打ち立てないといけないのだ。そこで今現在この世の中にはギネス世界記録というものがある。というわけで、だから世界記録に挑戦します。世界記録に挑戦する内容はこの画像、円をいかに綺麗に描くかっていう世界記録です。ただ綺麗に円を描くんじゃなくて速さも求めます。まあ俺ほどのレベルになってくると余裕で抜けちゃいますね。まあ、この人は、おそらく3年半ぐらい、練習したと思うんですけど、まあまあ俺は3秒半あったら余裕で抜けちゃいますね。というわけで抜いちゃいます、レッツゴー。こんなことで紙を無駄遣いするなとか言うやつ多分いると思うんですけど、絶対にテストの紙の方が無駄ですから、この世でテスト用紙ほど無駄な紙はないですから。いきます。今なし。まずこんな風に、月をね、月をこんな風に描く感じで、描いていくっすよ。月をね、こんな風に描いていくっすよ。どういうことだこれは、どういうことだ一体。待てって、うまいこと描けねえんだよ。さあ、アンパンマンの顔を描くようにこんな風にね、描いていくっすよね。こう。おぉ、どうすかこの違い。おっ、ただ、あの人の動画を見る限り、丸は綺麗に早く描いてるんですよ、あの人。綺麗に早く描くことがやっぱり世界のギネスを取るための、やっぱチャンスだと思っています。パルティティット、ブー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 お、ちょっと、待って、これよくね、こっちのこの画像と比べても、これちょっと待って、来た、ちょっと待って、歴史には刻める。これは本当に誰がどっからどう見ても俺勝ったと思う。今から、この画像と、こっちの画像を親に見せます。親に見せて、どっちがいいか判定してもらうので、俺が勝ったらもう世界ギネス認定。お母さん、こっちの丸とこっちの丸どっちの方が綺麗と思う？正直に答えていいから、ほんまに正直に思った方を言って。あ、これ動画の企画として、右って言って、あ、さあどっちの方がいいと思う？いや、明らかこっちやろ。やんな、絶対そっ